はい、時刻は7時を回りました。今夜も FM コザのスタジオから生放送でお届けします。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナーのお時間でございます。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。よかったです。こんばんは。できないよって言ってたのに急にね、スイッチ違いますね。ありがとうございます。助かります。スタジオ入る前はもう喋らない喋らないって言ってたけど、できない出ないって、ね、スタジオ入ったらスイッチ入るんですかね。なんですかね。あ、そうだね。どっかにあるんでしょうね、きっとね。ありがとうございます。今夜のゲストは島袋小学校の皆さんです。こんばんは。よろしくお願いします。盛り上げ上手。ありがとうございます、はい。そうですね、いつもの宮島さんの声と違うってことで、あれ、ね、チャンネル間違ったかなって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、そのままでお願いします。本日はですね、10月5日月曜日、今夜の放送は私、北見小学校 PTA2 年生の木名沙織と、はい、FM 講座の池城めぐみが担当いたします。この後8時まで、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、週末、はい、週末ね、どうでしたか。昨日は東部祭りの司会を担当しまして、ね、はい、どこかにお出かけになりましたか、週末。皆さんはどうですかね。もう家のことで忙しい、部活、ね、部活、ああ、そう、まあ、そうですかね。送迎、送迎、子供たちのね、お疲れ様でございました。ね、めぐちゃんもあの東部祭りの、そうですね、FM 講座、はい、で東部祭りの、特別番組がありまして、あのお出かけ放送といいますかね、はい、出張で、はい、あの現地から放送しますということで、はい、あの動物祭りの現場でね、放送ブースを構えてそちらで放送しております。これがなんと何時間？6時間です。 6時間すごいです ね。6時間、3時から、はい、午後3時から夜の9時まで、動物祭り日曜日のオープニングから、そうですね、そうな、な、なりますね、はい、ラストまで、ラストの、はい、あの花火までですね、花火まで、はい、やっておりました。結構ね、お疲れ様です。出展されてる方とかね、ゲストに呼んだりとか出演されてる方とかも、そうだったんですね。そうそうそう、出展されてる方とか、東部祭りのステージに出られる方、うん、出演される方にもちょっとゲストに出ていただいて、そうそう、PR タイムを設けて、うんうん、伺ったりとかして、いいですね。はい、面白かったです。出展数が、あの、私あの東部祭りは一昨年からの3回目の司会をさせていただいたんですけど、年々こう規模が大きくなって、うんうん、なんかね、出展のこの準備段階見たときに、あれ、これなんかあのフードなんだろう選手権みたいなあるじゃないですか。 なんか あのレベルまで来てる、そうそれぐらいの出展数ですし、あとなんだ、あまり見ないようなお店が並んでましたね。やっぱりレストランね、見た感じ結構もちろんこのもともとあの、まあ、東部というぐらいなので、この合わせ地区とかね、あの、うん、そこら辺の、あの、そこのね、あの、うん、お店も多かったんですけど、結構学校さん、私たちのブースの隣が沖縄東中学校だったんですよ。ね、中学校のブースで、あ、結構まあね、あの県外に派遣されるので、まあ、その資金造成のためのね、とかいろいろね、演舞も出演もあって、はい、うんうん、その時間帯私間に合わなくて行けなかったんですけれど、ね、演劇ですかね。そうですね、寸劇、演劇、演劇やるらしくて、うん、ね、ブースも大きく構えてて、そう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 、うん、もうお蕎麦売ったりとかかき氷売ってたりとかね、皆さん生徒の皆さん頑張ってましたね。はい、いつか、うん、島袋小学校 PTA の皆さんも出展、出展、何か、はい、はい、よろしくお願いします。もうね、お年頃で疲れが取れてません。もう昨日の今日ですからね。いやー、もう、ね、逆にちょっとぶっ飛んでいきましょう。もう、あ、そうね、ナチュラルハイぐらいが一番いいかもしれないんですよね。もう時間もまあまあ過ごして経ってきましたけど ね。はい、はい、で、さて、まあこの番組はどんな番組ですか、はい、秋名さん。この番組は沖縄市の PTA を盛り上げていこうということ、元気を、はい、沖縄市の子どもたち、そして PTA の皆さんの活動をこの番組を通して、うん、リスナーの皆さんにお伝えするっていう番組です。はい、はい、
ね、メッセージもお待ちして、はい、メッセージもお待ちしております、島袋小学校の PTA の皆さんが今夜のありがとうございます、今夜のゲストでございまして、島袋小学校にゆかりのある方ですとか、出身校だよという方ですとか、ぜひぜひ応援メッセージ、お待ちしておりますので、はい、E メールアドレスは761@fmkoza.jp です、もう一度言いますね、761@fmkoza.jp です。でこの番組はインターネットを介してツイキャス、ユーストリームでも見えるラジオとして楽しむことができます。はい、もう早速ね、はい、ツイキャスで、あららがまさいがわさんもコメント来ていますね。こんばんは、うん、昨日飛ぶ祭り行きましたよと。はい、はい、そうだったんですね。放送ブースにも遊びに来てくれてですね。那覇の方なんですけど。おお、すごいですね。那覇からわざわざね、来てもらってね。ああ、ありがとうございます。もう本当にたくさんの方お越し。すごかったですね、花火の時が。ね、動けなかったですもんね。うん、はい、そうでした。本当に興奮しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではこの番組の提供お願いします。はい、この番組は、わらびんちゃー応援ラジオ。PTA パーッと楽しくアイエーナ、このお時間は沖縄市 PTA 連合会の提供でこの後8時までお送りします。私ダイレクトで映ってる感じがするんですよ。あ、なんか映ってるんですか。これってなんか映ってる。皆さんの顔映ってますよ。一人目では映ってません。お気に入りされないで自分の顔だけが映ってるのかな。自分も映ってますよ、ね、いいですね、いいですね。お一人ずつ自己紹介の一言ずつ、じゃあ私からシレーム変えて振りますね。行って行って、うん、また間もなく CM 開けます。10秒前です。沖縄さん先に声出しお願いします。はい、はい、わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエーナ、今夜のゲストは島袋小学校の皆さんです。イエーイ、ありがとうございます。少数精鋭で揃いました。ありがとうございます。では早速ですが、私の隣の方から自己紹介一言ですね、お願いします、はい、マイク近づいてくださいね。お願いします。島袋小学校エクサイブ部長をしております、稲垣勝でございます。素晴らしい。ドキドキしてます。 ありがとうございます。妻なんですけれども、はい、島袋小学校の PTA しております稲福育子です。イエーイ、ご夫婦でらっしゃった。なるほど。はい、どうぞ。はい、私は、島袋小学校の PTA 事務、また地域コーディネーターを兼任しております、崎浜めぐみです。はい、よろしくお願いします。今日はまず大人グループお三方にお越しいただきました。島袋小学校の魅力ですとか、あとそうですね、10月の行事など、はい、いろいろお知らせすることがあるらしいですね。はい、はい、お伝えいただけますか。はい、皆さんご存知と思うんですけど、島袋小学校は沖縄市の中でも一番小さな児童数の少ない学校です。今171名が在籍していまして、全クラス1クラス、全学年1クラスの学校です。はい、まあ、そうなんですけど、今回ですね、体育館も新しくなりましたし、体育館は完成してて、その体育館出来上がるまでっていうのは、体育の授業とかはもうグラウンドだけ。グラウンドですね。あ、そうだったんですね。はい、ずっと真夏ですね。ね、暑い中大変だったんじゃないですか、ね。はい、とってもとっても大変でした。ね、あ、ピカピカの体育館なんですね。いいですね。はい、はい、一応また来年70周年に向けて、今は校舎を改築中です。あ、次は
校舎で、もうこれで潰れないぞっていうかね、廃校にならないぞみたいな、すごい、ね、あもうね全体的にね、はい、そうですもんね。70周年ですか。70周年の歴史って今年はあの戦後70周年、そうですね、戦後高校も70年ということもありますし、小座高校も70周年、島袋小学校も70周年、来年迎える。校舎はあれですかね、やっぱりプレハブで仮設で作って、でそこで授業をしている間に新しくっていう感じですか。今はですね、あの本当に昔ながら、あのちょっと北中の島袋小と分離する前のこの校舎が残ってましたので、広い校舎の中に、まあ、6クラスみたいな感じで使ってたので、今は半分壊して半分にあのみっちり1年生から6年まで入ってる感じですね。そうなんです。だから分校だったんです。一つの建物に、建物に、はい、でまた半分壊してこれから作ります。もう壊されてるので、まあ、地域の方とか、まあ、卒業生はですね、あのよく見に来てるような感じですね。そうですもんね。その校舎でね、はい、学んできた生徒さんたちがいっぱいいるわけですからね、はい、楽しみなのとちょっと寂しいようになって、府警の方にもやっぱり、はい、島袋小学校出身という方も、あ、はい、私です。そうなんですよ。変わってしまうっていうのはどんな気持ちなんですか。寂しいんですけど、うん、まあ、新しくなることはいいことだと私は思っております。前向き、さすが。そんな感じでいいですか。正解のあたり。あの、そうですね、古い校舎の時にあったものをそのままこれは残していこうっていうようなものもあるんですかね。やっぱりですね、ずあの歴代寄贈されたなんかほら石とかに記念の言葉が書かれてたりとか、何十周年の記念の植樹の木とかですね、そういうのはやはり残していこうということで、今校門にあるシーサーがあるんですけど、こちらは地域のもともとあった小座焼きの方の寄贈だったということで、こういうのは残していこうという話ですね。そうですね、あるとやっぱり小座焼き、あこれはなんでいつからあるのとかって子どもたちとも会話しながら、小座焼きとは ねって、うん、ね、地元にあったようなので、前はそんな話もできたりするので、うん、やっぱり全く全部なくなってしまうよりは、そうです ね一つあるとまたお話のレパートリーも増えるっていうかね、はい、歴史も深いしましょうなので、あそうですね、はい、70周年来年楽しみですね、はい、はい、あの校舎の他にも今月10月はどんな学校行事が、あこれはあのあ運動会が、運動会、はい、末ですけど10月の25日に、25日楽しみですね、はい、もう台風の心配はない、どうでしょう。どうでしょうね、どうでしょう、雨降ったりするんですよ ねあそういうこともありましたか、はい、あそうするとやっぱりみんなでですね、あのスポンジであのグラウンドの水を吸い取ったりとかして、それは見たことないです。砂を撒いて10時開始みたいな感じで、あちょっと遅らせてでもって、はい、やる感じで、そうですよね、もう来じゃあ9時ぐらいになって来週ですって言った時、このお弁当どうするも、もう次の週だったらそうですよね、どだよとかね、うん、弁当注文するよ、オードブル注文するよっていう話になったりしますもんね、はい、お母さんたちも大変ですよね、朝4時ぐらいから出前の日は仕込みもして、そうですよね、いつも朝が心配なんですよ、あ6時雨降ってる、運動会やるかなとか、そう弁当どうしようとか、早めに返事くださいって感じですよ ね、ハラハラしますねやっぱりね、うん、台風どうだろう、今年多いですから ね、うん、急な土砂降りも多いですから ねスコールも増えて、去年はちょっと途中雨でね、うん、あのプログラムを先に押してまた変更があって、変更してちょっともう早めに終わるっていう感じに、うん、あ運動会ならではの島袋小学校ならではというか、こう一番盛り上がるプログラムは何ですかね、何でしょう。うちはですね、あのやっぱりあの少ない学校で、あの児童数の少ない、うん、保護者の少ない学校ですけど、その分地域との関わりも深いので、あの地域の1000メートル走っていうのがあるんですよ。
運動会でですか？運動会で1000メートル1000メートル、それもまた初めて聞いた。すごいな。グランド5周ぐらいするんですけど、それは地域の方の卒業生だったり若い青年だったりが、その日走りますよってなったらみんな集まってくれて、グランドその日に募る感じですか？はい、その場で募る感じで、みんな卒業生、みんな小学生、中学生高校生も走ってくれるんです。いや、嬉しいですね。それはこうやって募ってワンカラワンカラって出てくるっていうのは全然来ますね。立地区から来た先生はこれ当日で大丈夫なのとか、これ大丈夫、ね、みたいな感じで前もってこう誰が出るのとかで、そう希望者を募って締め切りはいつですっていうふうにやったりするので、いや大丈夫なんです。あ、やっぱり島袋の地域のならではの話題ですね。本当に初めて聞きました。 1000m1 人、あ、みんなで募って一斉にスタートして走り続けて、はいはい、3位まで景品もありますので。あ、景品もやっぱり豪華なんでしょうかね。まあまあっていうか内緒そうですもんね、ネタバレになっちゃいますからね、これからですもん ね、 そうですね。走ってみてからのお楽しみということで、ね、そうですね、いいですね。あと、久保田青年会の OB ですけども、地域の方がエイサー指導は毎年、わあ、じゃあもう本格的ですね、はい、久保田だったら久保田エイサーをちょっと伝授されてます。あ、かっこいいな。照れ屋ですね。何あれ遠慮しましたね今。他にも話題があるということで、市の行事で市の PTA の行事で、沖縄市童話お話大会が今月の14日に、あ、そうですね、ありますね。島省からの代表が、はい、低学年2人、高学年2人ということで、はい、お聞きの皆様は後ほどまたご紹介させていただきますが、ね、楽しみですね。10月14日沖縄市の童話お話大会、はい、島袋小学校の代表、高学年代表の子にですね、後ほど、はい、発表していただきたいと思います。はい、はい、それではじゃあ他に何か PR したいこととかありますか？他に最後になりますけれども、何かありますか？大丈夫ですか？ない。うーと首振ってますけど、特にですね、今年度ですね、島袋賞の PTA もですね、役員一同仲良くですね、この島賞を上げていきたいと思ってますので、はい、また、 ありがとうございます。ギャラリーからも大きく手を振ってください。ありがとうございます。僕は君が好きよっていう感じでしょうかね。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いことが来ましたけども、さすが小座の町です。本当ですね。ありがとうございます。それでは最後に一人ずつなんか夢とかあったら教えて、今年の目標ですとか、うん、あと3ヶ月ぐらいですけど今年も、ね、あっという間ですね。ね、あっという間でね、あっという間ですね。何かあったら、まあ、夏終わったのにね、うん、もうね10月ね、もう忘年会だね。あ、そうです。もうね、そう調整していかんとね、年末に合わせてこうまず体調も整えていかないといけないですよね。入ってきますから ね、 忘年会ね、もうお年頃なってきた我々としては、はい、調整していかないと今からちょっと考えていきたいので、体調管理もなるほどなるほど、体調管理も含めながら、うん、はい、はいはい、PTA で島袋小学校も盛り上げていきたいなということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はいはいはい、じゃあ今日、ね、この時間は PTA の崎浜さんと、そして稲福さんご夫妻 にお越しいただきました。一回曲挟みまして、では先ほどね話していた、童話お話大会の子どもたちを紹介したいと思います。それでは一曲かけようと思うんですけれども、はい、先にですね、子どもたちにはリクエストをいただいております。はい、で何をかけようかなと迷ったんですけれども、うん、先に、イサリノンさんのリクエストからかけていきたいと思いますよ。それではイサリノンさんからのリクエストをおかけします。ファンキーモンキーベイビーズでちっぽけな雪。はい、
がとうございます。ありがとうございます。どこ撮った方がいい？こんな感じ。そうですね。これは明日からしましょう。いけない。なんで？子供たちが OK でした。 OK でした。あ、大丈夫。 OK です。向こう座用に1枚取りますので、こちら向いてくださいね。よろしく。いきますよ。はい、チーズ。OK です。旦那さんも何気に落ちてます。ガラス越し。ガラしてます。はいは、はいって言ってね。うんだけだったら見えないからね。大きい声で、はきはきと。首振っても見えないからね。よかったね、リクエストなのだけ。リサリノさんから持ってる。ちょっとコツがあってね、2分ぐらい。2分ぐらい。で、2分ぐらいかかって、最後、サオリ君が。まず一人ずつご紹介して、ご紹介してもらってから、一言ずつね、まず島袋小学校5年生のですっていう感じで、一人ずつ発表はね、発表は大丈夫。今一セットしてください。一言ずつはまずこの順番に、ね、ですっていう感じして、2人が発表終わったら1回曲挟んで、はい、で次の方ね、はい、何曲紹介って誰か挟まる？
はい、お届けしましたリクエスト曲は、ファンキーモンキーベイビーズのちっぽけな勇気でした。ではメンバー変わりまして、本日のゲスト島袋小学校、今度は子どもたちに出てきていただきました。こんばんは。こんばんは。あれ部活で結構声出してるよね。ねえ、先輩とかに怒られない？声出せって。6年生か先輩。あ、ごめんごめん先輩、すいません。はい、もう一度こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。では私の隣からね、一人ずつ自己紹介をお願いします。島袋小学校の5年1組宮城夏樹です。はい、夏樹さん。はい、どうぞ。島袋小学校5年生の中原宗志です。宗志くん、宗志さん。はい、はい、りのさん、よろしくお願いします。島袋小学校6年の稲福りりかです。りりかさん、お願いします。はい、4人に集まっていただきました。では5年生と6年生ですね。うん。で、このまずですね、このお時間は、先ほどお話しいたしましたが、10月14日ですね。10月14日、あ、もうすぐ、もうすぐだね、もう間もなくですが、沖縄市の童話お話大会、童話お話大会の島袋小学校高学年の部代表のお二人にまずこの作品を発表していただくんですけれども、童話お話大会、低学年は童話大会、こう与えられたこの文章があって、それを覚えてまたこう動作を入れながら発表するというもので、そして高学年は自分で作文を作って、これは童話を作るんだね、お話を作ってそれを発表する。はあ、じゃあどんな作品か全然想像もつかないんですけれども、どんな心の準備できてる？ドキドキしてる。はい、では一人ずつですね発表していただきたいなと思いますが、まずは、島袋小学校5年生の宮城夏樹さんからお願いします。夢はいつでも持つことができる。私が小学校3年生の頃、家族で将来の夢について話したことがありました。その時に話した私の夢は薬屋さんになることでした。高校2年生だったお兄ちゃんは看護師になりたいと言っていました。高校1年生のお姉ちゃんはその時はまだ将来何になりたいかは決まっていなかったけど、英語が好きだったので外国へ行きいろいろ学びたいと言っていました。お父さんとお母さんはそれぞれ働いていて、もう仕事が決まっているので、将来の夢なんてないんだろうと思いました。ところがなんと、二人は60歳で仕事を辞めて、電車に乗って日本全国を旅してみたいと考えていたのです。私は家族みんなの話を聞いてとても驚きました。その一つは、夢はいろいろな種類があって、例えば私のお姉ちゃんのように仕事ではなくてやりたいことを選ぶ人もいるということ、そしてもう一つは、子供だけにあると思っていた将来の夢がお父さんやお母さんのような大人でもあることに驚きました。そう思ったとき、将来の夢は子供から大人まで年齢に関係なく持てることに気がつきました。私の今の将来の夢は薬屋さんになることですが、幼稚園生の頃はケーキ屋さんや花屋さんになりたいと思っていました。今の私は11歳で、幼稚園生の頃から5、6年で夢が変わっていることになります。もしかすると中学生や高校生になった時にはすでに違った夢に変わっているかもしれません。そう考えると、これから先どんな夢を持つことになるのかとてもワクワクして楽しみです。将来の夢があれば、勉強を頑張ったり習い事を頑張ったりと何にでも一生懸命になれることもいいところだと思います。
夢といえば、私のお兄ちゃんが読んでいた一冊の本に、あなたの夢は何ですかという題名の本がありました。その本の内容をお兄ちゃんから聞いて、とてもびっくりしました。その本に出てくる一人の女の子の夢が、大人になるまで生きることだったからです。大人になるまで生きることが夢なのは、とても悲しくショックを受けました。その国では貧しくてご飯の量も少なく、病気になっても病院へ行けず、治したりする薬もありません。そのため子供のうちに死んでしまうことが多いのです。しかしこのような国でも子供たちは夢を持ち一生懸命生きていることに感動しました。世界には貧しい国や今でも戦争をしている国などいろいろな国があります。自分の住む日本はそのような国ではありません。とても平和で食事もたくさん食べることができます。そのおかげで私たちはやりたいことや好きな将来の夢を選ぶことができるのです。私たちはとても幸せなんだなと気づきました。夢は必ず叶うというものではないかもしれません。しかし夢を叶えるために一生懸命に何かを頑張ることこそが大事だと私は思いました。私の将来の夢もまだまだ変わるかもしれません。でもこれからも夢は持ち続けたいと思います。そうすることで苦しい時でも前向きに一生懸命に頑張れそうだし、その夢が叶った時はとても嬉しいはずだからです。私の将来の夢は薬屋さんになることですが、幼稚園生の頃から憧れている花屋さんという夢もまだ諦めたわけではありません。そこで私が一番大好きな花のパンジーに囲まれたみんなに元気を与える薬屋さんになることを思いつきました。そうすれば薬屋さんに来た病気の人たちを少しでも元気にしてあげられると思ったからです。元気を与えられる薬屋さんになるために、これからももっといっぱい勉強を頑張って将来の夢を叶えたいと思っています。はい、ありがとうございます。すごいですね。自分で作文作るんだよね。でもお母さんと一緒に作りました。お母さんと一緒にいろんなワードを出し合いながらとか。あー、でもやっぱり影響を受けてるのは身近な家族だね。お兄ちゃん、はい、お姉ちゃんとか。いいね、いいお手本がいるね。はい、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんも夢に向かって頑張ってる感じ？一応頑張ってます。あー、いいね。その姿見てたらね、やっぱり追いかけていきたくなるしね。でもすごい、6年生で何夢がこれから変わるかも。あ、ごめんなさい、5年生だ、ごめんね、5年生で夢が今後変わるかもしれない、これからまた変わるかもしれないっていう意識はめぐちゃん持ったことあるかなって。夢が変わるかもって、ねえ、とか夢自体もそんなにちゃんとした、ね、こんなこれになりたいっていう夢があったのかもあやふやですけど、私の場合本当にもやってしてるものしかなかったので、ね、夢についてそんな考えたことなかったかもしれないですね。すごい、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、続いて中原宗志くんお願いします。アイアンマンとの約束。僕はアイアンマンと戦う約束をしました。まあ5年生なのですから、空を飛んで悪いやつをやっつけるアベンジャーズというわけではありません。でも、アイアンマンは本当にいるのです。トライアスロンという競技があります。泳いで自転車に乗ってマラソンをする。そのチャンピオンレースの中で一番上にあるクラスこそ、アイアンマンディスタンス。その人たちは 3.8 キロを泳いで、180キロを自転車に乗って、42.195 キロのフルマラソンを走る。日本では鉄人と呼ばれる、まさにアイアンマンなのです。それはそれは過酷な競技で、泳ぎながら溺れる人、自転車で落車して大怪我をする人、マラソンをしながら意識がなくなって倒れる人もいます。速い選手で9時間。
その記録がすごいのかどうか僕にはまだ分かりませんが、9時間も走るというすごさは分かります。鍛え抜かれた化け物みたいな人間のすごさです。トライアスロンの大会は沖縄でもあります。今年の4月に開かれた豊崎トライアスロン大会、僕は小学生高学年の部3位で表彰台に上りました。その時にメダルを渡してくれたのがアイアンマン、トライアスロン日本代表の前田選手でした。その表彰の時、前田選手にいつか僕と戦ってくださいと言うと、前田選手は僕をギロッと見上げ、オッケー、その時は勝負なと笑顔で握手してくれました。なんと僕は日本一のトライアスリートに宣戦布告をしてしまったのでは、してしまったのでした。さあ、それでは練習です。まずは水泳から。僕は北谷スイミングに火曜と土曜に通っていて、今は1級の上の A3 級で、級としては上なのですが、選手育成コースに行かなければ選手としては使えません。だけど選手コースもなかなかすごくて、練習だけで4キロ以上も泳ぎます。僕にとってはもうすでにアイアンマンです。次に自転車です。自転車はお父さんと一緒に練習します。いつもヒャゴントンネルの坂を登らされていて、とてもきついので嫌になります。時間が合えばチームの練習にも連れてってもらっています。チームの練習は火曜と木曜で、同じ5年生の男の子もいるのですが、走るペースがだいたい30キロくらいのスピードで走るので、正直言ってめちゃくちゃ速くて必死です。終わる頃に足はバッキバキでも、自転車は不思議で、あんなに辛い練習をしても次に乗る時にはまたワクワクします。これまでの最高は80キロ、沖縄市から今帰仁まで行きました。ツールド沖縄のチャンピオンコース羽地ダムも登りました。いろいろな大会にも出ていて、今年のツールド沖縄にもエントリーしています。最後にマラソンです。僕は沖縄アンティロープ陸上クラブに入っています。火曜と日曜以外は全て練習で、基礎トレーニングがほとんどです。監督に怒られて返されることもありますが、それでも入部した頃よりタイムも縮まり速くなっています。気がつけば僕はなんと月曜から日曜まで水泳に自転車に陸上にと毎日練習していたのでした。この調子ならきっと小学生ナンバーワンになり、必ず約束のアイアンマンになれるはずです。そうだ、もしかしたら最強になった僕は本当にアベンジャーズにも入れるかもしれない。はい、ありがとうございました。すごい経験たくさんしてきてるね。すごい5年生で。まずタイトルが、もう一回言ってみて、タイトル。アイアンマンとの約束。ねえ、ちょっと斬新でびっくりしちゃった最初。アイアンマンとは憧れでもあるトライアスロンの前田選手ということでいいのかな。ね、前田選手が今憧れの存在なんだよね、はい、目標ともしててね、はい、ね、いつかライバルになるかもね、はい、でライバルになって今度超える存在、超えるかもしれないね。ねえ、楽しみじゃない。描いてる、そういうのイメージしながら。トレーニングきついでしょ、あのヒアゴントンネルのところのあの坂って。あれ車で走っててもはーってなるよ。それを自転車でね、車ではこれねってなるけどね。自転車でお父さんと。はい。お父さんもきつい。じゃあスポーツマン。お
父さんはロードバイク乗ってて、あ、まさか、マスケそうなのね、あ、そう、そうね、車じゃなくてよかったそうね、どうですかめぐちゃん、いや小学校でトライアスロンに臨もうっていう、ね、いやどうもごめんなさいって感じちょっとも歩かなくてごめんなさい、ね、いやでも本当頑張ってほしい ね、 ねいやいつかはね世界を、ね、沖縄を日本を世界を担うこのトライアスロンの選手に、うん、なっていってくれるんじゃないかなと思わず期待してしまいますが、ね、今のうちスタジオ空いてるところにサイン書いておいて今のうち、ね、今のうち、ね、将来有望だから小学生の時の、ね、はい、楽しみだね、小学校でこんな経験して中学、ね、高校どうなるのっていう、すごい ね、 ね、部活入ってるんだっけ、まあ、アンテロープと水泳と、うん、ああ自転車は父さんと、あ、そっか、あと自主トレなんだね、じゃあなんだよね、アンテロープもまた歴史があるよね、はい、私が子供の時もアンテロープの人たちみんな足早かった、勝てなかった、監督も厳しい、あ、厳しい、あ、そっか、でもこんな熱血な人ってあんまり最近いない、ね、今ねそんな、ね、熱い男、ね、男性かな、ちょっとでもふざけたら返される、うん、ああそうなんだ、やっぱりねこの選手になるためのだったら ね、 ねちょっとそれもついていくっていうこの根性がすごい ね、 ね、ハートも強いし ね、 すごいね、ハートだけじゃなくて体も強くてね、心身ともに ね、 ね、はい、そんな監督に一言なんかありますか、ある、一言メッセージ、監督聞いてるかもしれない、聞いてるかもしれないから、いつものいつもねあの練習で言われてるけど、うん、なんか一言なんかない、早くなれるように教えてくれてありがとうございます、あ、いいね、嬉しいよ、泣いてるはず、泣いてるはず、今聞いて泣いてるはず、はい、はい、あのなんかメッセージが届いていますね、うんうん、いいっすよ、あの、うん、アッキーさん、はい、アッキーさん、今車運転しながらラジオ聞いてましたけど素晴らしくて思わずコメントしてしまいましたってにっこりマークで、お二人応援してるメッセージですよ、あ、よかったね、心強いですね、もう来週、はい、来週かな14日、そうですね、もういよいよだね、来週の水曜日ですけども、励みになるね、メッセージ、アッキーさんありがとうございます、はい、はい、ではお二人ともありがとうございました、ありがとうございました、はい、それじゃあここでもう一曲挟んでいきたいと思います、はい、で次かける曲なんだけれども、うん、ねこれは誰のリクエストだったかな、アンマーですかね、うん、違う方、もう一個、君がくれた夏、はい、じゃあリクエスト、うん、曲紹介してもらっていいですか、君がくれた夏、イエイリンレオ、はい、はい、じゃあ聞いてください、イエイリンレオで君がくれた夏、どうぞ、どういうことだった、次だよ、次、次バスケなバスケの声が遠ざかるからマイクに通らないみんな聞こえてたよ、コメントもくれたからね、みんなね聞こえてるんだよね、聞こえてるってこのピースになってる、あと10分っていうのか、あ、でもこれだけ言ってなくてだよ、まだ56分までだから56分まで、最後に児童会長頼むよ、ビシッとビシッと何聞くって聞いたって今ね、シマシュはどんな学校ですかって聞かれるかもしれないよ、この指導会ではどんなことやってるのとか、どんなことやってる、どんなことやってるどんな活動してるの、指導会は町会を運営したりとか、いろいろあるでしょ、みんなの代わりに何かしてるとか言える、あんたバスケ部だよ、しましま女子バスケハキハキと大丈夫、自動会長は自動会長だ、ね、どんなことしてるかってよく言ってないですってよ、自動会長バスケもしてますして、
チョコ大丈夫？大丈夫？お二人いい？そうなんで。大丈夫です。はい、時刻は7時46分、まもなく47分になるところです。わらびんちゃ応援ラジオ PTA、パーッと楽しくアイエナ、7時からお届けしております。本日のゲストは島袋小学校の皆さんです。で、先ほどまでは、沖縄市の童話お話大会の島袋小学校代表のお二人を中心にお時間ね進めていきましたけれども、あとのお二人ね緊張してるね、ね本当は学校で明るく元気いっぱいなんでしょうねきっとね。はい、残りのお二人ですね、お話を伺っていきたいと思います。まずはリノンさん、あれ石膏って、まあいいや、リノンさんとリリカさんですね、2人はバスケット部、バスケ部、はい、フォワード、ガード、ガードです。ガード、2人ともガード、ポジションとかある？センター。おー、センター一緒。私もバスケ部だったんですよ実は。小学校の時は先生に怒られてばっかりだったけどね。バスケ部の顧問の先生は男性ですか女性ですか？先生の名前は顧問、お友達のお父さん。あ、そういう感じで部活は今、あ、北見小学校もそうですね。父兄の方が、あのバスケ経験者の方が顧問という形で、あ、今そういうことが多いね。バスケ部どうですか？毎日練習はしてないっていうふうにさっきお話ししてましたけれども、練習きつい？まだまだ中学校になったら変わるはずよね。でお二人、あの先ほどアンケートを取ったんですが、学校で頑張っていることは何ですかってお二人共通してね、リノンさんもリリカさんも共通して合唱練習、これは何のための、合唱の練習は何のために練習してるの？合唱コンクール。コンクールはいつですか？いつかな、市のコンクールかな。来月。学校ではもう、 こう披露する場は終わったの？今からクラスごとに曲が違う？あ、ごめんなさい、もうごめんね曲名が地球聖歌でいいのかな、はい、どんな歌？聞いたことないわけってフレーズサビとか歌える？歌えそう？今チラッとこんな感じだよって恥かさしてる地球聖歌聞いたことありますか、めぐちゃん？
私たちの時は母なる大地をあーみたいな感じだったんですけど第一聖書、聖書第一三章、うん、あげなんかここでちょっと歪みが出てしまいましたね、うん、地球聖歌という合唱の練習が今一番頑張っていること、うんうん、今学校で楽しいことは何ですか、また二人共通して何ですか、はい、休み時間何してるの、何してる、遊んでる何して遊んでるの、流行ってることとかある、流行ってること、休み時間に流行ってること、ゴム弾、ゴム弾ゴム弾やってない、ゴム弾って流行ってないの、はい、そう、え、禁止ではないんだよね、あ、時代、あ、そうね、さっきから昭和集トップに漂わせてるからね言われてますね、ナウナヤングの、 あの遊びが分からなくてさっきもね曲紹介してるんだけど誰だろうこのナウナヤングのミュージックはって思ってたんだけどそうね、何が流行ってるってな、一輪車とか、あ、違うってよ、もうどうするの時代のせい、地域のせいかな、同じ沖縄市ではあるけどね、うん、合唱練習、え、休み時間まで、あら遊ぼう、なんか恋バナとかしないの、しないよ、しない、あら初恋はまだ、うん、いいめって、うん、って怖い怖い、しつこいね、しつこいね、怖いよ、ね、私の初恋は4年生の時で、あの6年生までずっと3年間好き、どうでもいいねすいませんね、もう時間もね迫ってきてますので、はい、そうですね、じゃあ、はい、4人にそれぞれにね、うーん、将来の夢とか今年の目標、今年これからやってみたいこと一人ずつ聞いてみたいと思いますが、まずはじゃあ、夏木さん、宮城夏木さんから、今年やってみたいこととか、目標達成したいこととか。何やってみたい、行ってみたいところ。USJ。あ、行きたい、行きたい。何か好きなアトラクションとか、乗ってみたいとか、やってみたいっていうのある？ジェットコースター。どんなのがあるかな、 USJ 沖縄にもできるらしいって聞いたことある、聞いたこと、できるかもって、名護か本部かとか、あの北部方面に、楽しみだね、敷地もね広いはずよ、また沖縄ならではのあるかもね、 USJ に行ってみたいと、お父さんお母さんお願いしますはい、秋休みもそろそろだね、でも多分行けないか、秋休みはじゃあ冬休みじゃあ次の夏休み、はい、USJ に行きたいということです。じゃあ、宗志さん、宗志くん。はい。はい。さっき言ってたさ、やってみたいこと。無理かもしれないけど、うん、バンジージャンプ。はい、できるよ。あ、いいですね。こんなにいろいろやってるのに、できるんじゃない？バンジージャンプ、沖縄でやってるところありますかね？ない。ない。あ、もう調べてある。うん。ないはずっていう感じ、うん、そうだね、聞いたことはないね、はい、ありがとうございます。では続いて、リリカさん、児童会長もしてますね、はい、児童館の話聞くってだったよ、そういえば恋バナとかなんか変な話しちゃってごめんねいいです、うん、リリカさん、将来の夢とかやってみたいこと、行ってみたいところとか、将来の夢はどんな、すごいこと書いてるじゃないですか。言って。将来の夢。医者になりたいです。はい。なんで？なんで？おじいちゃんの病気を治す。もう嬉しいはず。おじいちゃんの病気治し、もうおじいちゃんの病気を治したいからって。おじいちゃん聞いてる？聞いてるはずね。今日聞いても泣いてるね。ああもう感動してね、嬉しいはずね。ありがとうございます。はい。ではリノンさん、リノンさん将来の夢、保育士になることです。はい、どうして、なんで、小さい子が好きだから。あー、遊んだりする兄弟もいるじゃあ世話も上手にお手伝いしてる、うん、まあねえ保育士だそうです。ありがとうございます。それぞれ、ね、できたりやれたりすると思うので、うん、はい、みんな頑張ってね、
うん、はい、応援してます、リスナーの皆さんも応援していることと思います。はい、はい、ね、もう時間もあっという間に、そうですね、はい、1分ショートとなりましたけれども、最後のこれはもう流れてるんですかね、はい、曲は、そうですね、今 BGM 流れてます。はい、この曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナ、この時間は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしました。本日のゲストは島袋小学校の皆さんでした。最後は皆さんでみんな一緒にさよならでいきたいと思います。せーの、さよなら、また来週。会長ですとか言って緊張した。お疲れ様でした。